正直もう限界なんですが、何かいい上司の倒し方がありましたらご教授いただきたいです。上司ね、まあ、パワハラはね、良くないよね、絶対にね。パワハラはね、本当に良くないからね。まあでもね、ただパワハラに、やっぱね、パワーで対抗したら、やっぱり同じ土俵になり下がってしまう可能性があるんですよね。うん、だから、まあそんなにね、真正面からぶん殴りに行くっていうのはね、あんまり良くないと思うんですよね。部署長ってね、やっぱり、まあふんぞり返って座ってるじゃないですか、こうやって。だってふんぞり返って座って、なんか、まあいろいろ指示出しとかしてるんだけど、まあね、絶対にね、そんなに視野自体は広くないんですよ。そう、あの、慢心してるからね。でっけえ椅子座ってんのよ。でっけえふかふかの椅子にね、なんかもう、お前、何や、調子乗ってんのみたいな。ね、あの、座ってるので、そのでっけえ椅子の後ろにね、そう、あの、アロンアルファを塗っときましょう。アロンアルファを塗っといて、もう取れなくなったところを後ろからヘッドロックして、うんって終わりですね。はい。よろしくお願いします。はい、取れなくなったところを狙いましょう。身動きを取れないようにしてからですね。はい。